言っていいですか。カブじゃない、このハンドリングはカブじゃない。カブといって侮ることなかれ。足回りを変えると化けます。はい、皆さんおはようございます。 DIY 登録のテツでございます。本日は予定通りこちら旅カブのテスト走行でございます。太陽に照らされてめっちゃ輝いてますね。改めて紹介いたしますと、私がもう十数年前に改造した私の理想を形にしたカブ、旅カブでございます。特徴のあるこちらのお顔、これはですね、ズーマーのヘッドライト、そしてエイプのフロントフェンダー、そしてね、ママチャリのカゴが取り付けられております。そして足回りはですね、フロントは NS1 のフロントホイールで、 NS1 とエイプの部品をごちゃ混ぜに混ぜたフロントフォーク、そしてフレームはそのままノーマルなんですけども、リアホイール、こちらがね NS50F のホイールが入っていて、そしてサスペンションはゼファー400のものが入っております。そしてエンジンの方は CD90 のものをベースといたしまして、ミッション系はそのままノーマルです。でシリンダーヘッドおよびシリンダーが今はなき純インターナショナルの 105cc、 なんかねものすごい耐久性のあるメッキ仕様がされた、かなり耐久性のあるシリンダーが入っております。そしてキャブレーターが PC20。 このエンジン組んでから随分経ってかなり走ってるんですけども、指導性良好、フィーリングもオッケーでございます。そして後ろにはプレスカブの巨大な荷台がついてまして、後ろの荷台、そして真ん中にオリジナルの荷台、そして前にねママチャリのカゴがついてまして、全部合わせると相当荷物が乗っかるツーリング仕様なんですが、そしてねさっきも申しました通り、後ろが 400cc ゼファーのリアサスが入っていて、フロントフォークも N チビのねレーサーみたいなシートパイプの穴埋め加工がされてまして、こう見えて実は峠のダウンヒル専用、突っ込み重視の走り重視の足回りだったりします。まあそんな感じのね、十数年前の私の理想を形にしたそんな旅カブがリニューアルして今回復活いたしました。今回ですね、あのフレーム塗装とかするので本当にマシンを全バレにしたので、ちょっとあのこのままオーナーさんにお借りするのはちょっと不安もあるのでね、ちょっと今日一日あの私のいつもの散歩コースをぐるっと巡ってね、マシンのチェックをしつつ、かつて自分が作ったバイクを今の私が乗ったら何を感じるのか、どんな感じなのか、実際ね走ってみたいと思います。ワクワクです本当どんな感じなんでしょうね。じゃあそれじゃあ早速スタートしたいと思います。よし、それじゃあ旅カブ久々に行ってみましょう。よろしくお願いします。よっこいしょ。はい、ではゴーグルをつけます。でこちらね CD90 のまんまなので、これクラッチがついてます。クラッチついてるんですけど、シフトの方向ほとんどロータリーですね。一番後ろにニュートラルで、で 1,2,3,4 でギア上げていく感じで、後ろにどんどん下げていくとまたニュートラルに戻る、そんな感じのシフトパターンになっております。はい、それでは行ってみましょう。エンジン始動、一発始動で、カメラ OK だね、カメラ OK だね。よし、では行ってみます。せーの、よいしょ、コーン、オッケー、ガッチョン、行きます、ゴー、ピッピになっております。ではいざ出発、ゴー、一速、おお、思ったより低速トルクはないかなって感じなんですけども、走行しすごい回転が滑らか。あー今乗ってるねリトルカブとね全然違いますね。なんかよし、そしたらこれからちょっと峠道入っていきましょう。さあどんなハンドリングか行ってみましょう。お、なんかすでに不思議な感じ、この緩やかなカーブなんですけども、あのね何もしないでこうピッ見ただけでほら
ちょっとこう首をかしげたぐらいでね、バイクは曲がっていく感じ、見ただけで曲がっていきます。そしてね、すごくハンドリングがナチュラル、またこう、あーすごい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 、オーバーでもないしアンダーでもない、なんだろう、ちょっと自画自賛したいけど、何をしないで曲がっていくバイクですね。あ、これはすごいやん。で、じゃあちょっとこっから気持ちコーナーが書いてなってきますけど、ダウン、って起こすアクションしてやるとスッとバイクが立ち上がるんですよ。すごい。そしてリアタス、ちょっとスプリングのね、あの長さ変えたりとかいじってたのを覚えてるんですけども、そのおかげか突き上げもなく、フロントフォークも、うん、一瞬だけトンとくるんですけど、あのガンって感じじゃないですね。こんなハンドリングだったっけ、本当忘れてますね、すでに。でこれブレーキがやたらに効く、ちょっとかけてみますよ、ガン、すごい、フロントブレーキはさすがにめちゃくちゃ強力、すっごい制動力。あとフロントサスがもうちょっと硬かったイメージだったんですけど、全然硬くないですね。この先デコボコあったかな、あ、ちょっとデコボコあるんですけど、こことかこれトントンと、これがね、トン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 って感じでね、ガクガク感が全然ないですよ。トン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 、乗りやすい。あ、これはね、普通の峠道をこうツーリングペースでさーっと流すにはいい感じ。あ、これ気持ちいい、めっちゃ気持ちいい、曲がってく曲がってく、バイクの方からグイグイ曲がってくれてくんで、これね、バイク任せに乗りたいって方にはこれハンドリングぴったりですよ、これ。おお、いいじゃんいいじゃん、この道にぴったりかもしれない。路面が濡れてるんですけども、あの札が硬いわけじゃなくて、ちゃんと路面の状況、ロードインフォメーションをつかめるんで、非常に安心になります。いいじゃんいいじゃん、これ。おお、こんなバイクを私は作ったんですね。面白い面白い。それではですね、ちょっと狭い峠道行ってみようかと思います。狭い道走ったらどんな感じか、それちょっと走ってみましょうか。はい、それでは私の大好きな狭い峠道に入ってまいりました。かなり下りがきついですけども、では行ってみましょう。ここは結構タイトですよ。おお、ブレーキめっちゃ効く、これさっきよりもね、よくわかりますね、やっぱり狭い道は。そして今路面がこんな感じにめっちゃ濡れてる上に落ち葉があるので、結構気を使いますが、ブレーキシフトダウン、そして曲がってって加速。これエンジンちょうどいい、あの回転数が滑らかにムイーンと上がってくんで、狭い道走るのはこれいいですね。そして薄暗い道に入ってまいりましたが、さあここから髪を張っていくよ。おー、気持ちいい。はい、そして、そして、そこで、パワーが、気持ちいい。でも、そして行くよ。結構これ、回転数上がるといい音しますね。そして吸気音がかなり響いています。ペタッと寝る。ちょっとやっぱりパワーが足んない感じしますけど、やっぱり基本は下りかな、このバイク。うん、すごくいい音。結構この吸気音好きですよ。排気音よりもこのね、カタカタした吸気音が気持ちいい。ですね、あの腰動かしたりとかそういうのしなくていいですね。強いて言えばステップ
ステップにちょんと近いとクンと寝るんで、もうそのままオンダレールな感じで曲がって、うわどっこいった曲がっててくれますね、こんな感じ。これ何回転まで回るの、このエンジン。開けますね。カブじゃねえ。エンジンがすでにカブじゃねえ。そしてね、ハンドリングもカブじゃねえ。わかるかなこれ。オーケー、ブレーキドーン。楽しい。ないんでしなやかにクンと入ってくれるから段差があっても全然怖くない。そしてハンドリングもおおくるっと向き変わって安定性がある。こりゃすげえや。路面が濡れてるけど恐怖心ないですね全然。おお、すごいとこ入ってきたな。山奥に入ってきました。一言言っていいですか。カブじゃない、このハンドリングはカブじゃない。すげえや。はい、再び下りよいしょ。おっと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 、ガタ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 いきますけど不安なく走っています。そして勝負とコーナーに吸い込まれますね。サスペンションもしっかり踏ん張ってくれるし、ブレーキも効くのでコーナーにヒュッと入ってクッと回ってパッと上げると気持ちいい。あ、これはいいわ。なんか勝敗企業らしい走りをすごい楽しみます。これだけどカブだよね、君はカブなんだよね。こんなマシンだったっけ。これは気持ちいいですよ。スピード的にはね全然遅いんでしょうけど走ってる気持ちいい。いやこれいいわ、また欲しくなっちゃうな。もう一回作ったかなこれ。気持ちいい。最高でございます。やっぱりね、45歳になった今の私にもこのバイクはめっちゃくちゃ理想系のバイクでございますね。これは気持ちいいわ。というわけでまあ OK でしょう。足回りのセットアップもこのままで多分大丈夫だと思うんで、ちゃんとオーバーホールできております。まあこれもうちょっとステップ後ろにしたいかな。それこそカブじゃなくなっちゃうんですけども、まあこれはねこの後友人のところに持って行って納車ということでお返ししたいと思います。でね、リトルカブあれはあれでいいんだよな。あのリトルカブはねこういう風にねちょっといじるつもりはないんですよ。あのノーマルのボヨンボヨンしたね足回りがすごい気に入ってるので、なのでまたいつか機会があれば今度サキト用にまたカブ1台改造するっていうのもまた楽しいかもしれないですね。いやー気持ちいい。というわけでね、こんな感じで峠道で浮き寄りながら皆様とお別れをしたいと思います。皆さんね、カブといって侮ることなかれ、足回りを変えるとすごい化けます。
カブカップで走ってるバイクたちが速いわけだ。すげえ。というわけで今回もご視聴ありがとうございました。逆光でお届けしております。バイバーイ。 Woo!